木村五郎クリストフ木村五郎クリストフは日本の言語学者学術博士専門は社会言語学木村五郎名義の著作もある愛知県名古屋市出身1997年東京外国語大学ドイツ語学科卒業2002年一橋大学大学院言語社会研究科博士家庭修了慶應義塾大学講師 上智大学講師などを経て、2012年、上智大学外国語学部ドイツ語学科教授。上智大学では、社会言語学とドイツ語の授業を担当している。また、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスでも、言語動体論、多言語コミュニケーション実践とドイツ語を担当している。極めて活発ないスペランティストであり、 日本青年にエスペラント連絡会の代表を務めたこともある。薄井博之とともに事実上日本に初めて言語権という概念を紹介した存在としても知られている。学位論文ではドイツ東部の少数民族の言語であるソルブ語とイギリスのコーンウォールのケルノー語を取り上げてフィールド調査を伴った研究を行っている。上智大学教員プロフィール。 上智大学大学院教員紹介、一橋大学大学院言語社会研究科博士、学位論文一覧2003年度まで、ありがとうございます。